川原インターチェンジは、鳥取県鳥取市河原町高吉にある、鳥取自動車道のインターチェンジ。八頭町の最寄りインターチェンジである。下り線の出口ランプへの途中に駐車場が設置されている。チェーン着脱場であるが、道の駅整流者や川原へはインターチェンジを降りずに、道の駅を利用することができる。出口ランプへの途中に高速バス用のバスストップが、 設置されている。バス事業者では、河原のインターと案内される。鳥取県東部に、無料の高速道路が開通。鳥取自動車道河原インターチェンジから、鳥取インターチェンジ間及び、左洋ジャンクションから、大原 IC 間が3月28日に開通します。国土交通省中国地方整備局。2017年2月6日閲覧。 1> 第1回地域活性化のための鳥取自動車道の利活用に関する検討委員会説明資料。国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所。2016年2月6日閲覧。川原パーキングエリアに関するカテゴリー。ありがとうございます。